こんにちは。あ,あえ、え、聞こえてますか？えこれちょっと待って。は、どうなってんだろう。こんにちは。あ、こんばんは。 あひろえさんどうも、こんばんは。こんばんは。あ、ゆみこさんこんばんは。あ、聞こえることで、問題ないですかね。問題ない。なんか、あの、初めてライブをったけど、なんかあのー、 自動で始まるのかなと思って、なんか予約をしてたら、自動で始まるのかなと思ったら、なんか、公開ボタンを押さないとダメだったみたい。で、1、2分遅れたかなっていう感じ。<laughs> ありがとうございます。どうも。大好きです。ありがとうございます。IM さん、私も大好きです。<laughs> もう皆さんのおかげです、本当。ライブ配信楽しみにしてました。ありがとうございます。 ともへいさん。ライブ配信嬉しいです。ありがとうございます。こち、らこそありがとうございます。見ていただいて。あ、なんかドキドキって書いてあるんで、配信前も見れてたのかなこれ。もしかして。そういうことどっから見れてたんだろうちょっと待って。どっから見れてたんだろうわからないけれども。 もしかしたらあれかな私の、あの、サムネがずっと見えてた感じですかそんな感じサムネがずっと見えてて、8時になったらパーンって映像が見えてた感じですそんな感じああ、そうなんだ、そうなんだ。ありがとうございます。AK さん。あ、そうなんだ。そういう仕組み、ああ、わかりました。へえ。 すごい。あ、じゃあ、その、その間も、ずっとコメントとかいただけてたわけなんですね。ありがとうございます。すごい。へー。あ、あ数字の4 7 8ゼ0 8 2 7 3いつも YouTube 見てます。嬉しいです。嬉しいです。私も YouTube、あのー、ライブ配信できて嬉しいです。かわいくない、かわいくない。<laughs> だ、ね、ゆうこさん。 あ画質が悪くて、残念です。私の方が画質が悪いってことど、どうなんだろう。私、あの、ワイフは本当にね、あの、本当田舎なんですよ。あ、マリちゃん。<laughs> マナンだよ。ありがとう。<laughs> あ、見てくれてるのかな。<laughs> ちょっとね、ライブ配信をしてみてます。はい。ゲリラ的に。 なんかこの画角が私のカメラって普通のカメラなんで、あのー、ライブ配信でももちろんできなくってあのパソコンの上にここについているカメラでライブ配信しなきゃいけなかったんですよだからこの画角が分かんなくてだからこう見えちゃいけないところが見えるみたいなだからもう丸見えですよねもうここまでしか、ね、布がないんですよ、本当は。<laughs> はい、ありがとうございます。おめでとうございます。初レベルおめでとうございます。うさぎこさん33さん。はい、ありがとうございます。そう。そうなんです。念願の配信でさ、AK さんありがとうございます。花桃ももさん、はじめまして。はじめまして。カエルカエルさん、どうも。ちははって、ありがとうございます。あ、画質が悪くて暗いみたい。あ 私の方が暗いんですね。一応同じライトを耐えてるんですけど、これ以上明るくならないんですよね。だから顔とかがちょっとこう、くすんで見えちゃうのかな。うん。あ、初コメントいただきます。M さん。あ私にいつも癒されてるんですかありがとうございます。なんか私の方がね、皆さんの,あのコメント見て、癒されてます。本当に。ありがとうございます。もうたくさんコメントいただいて、 なんか前回の動画とかコメント返しがちょっとできてなくて本当申し訳ありません。なんかずっとこうコメント返すようにしてるんですけど、なかなか追いつかなくってコメ,コメントできない時がある。あ映ってない花さん。小花さん映。見えちゃいけないとこ映ってないです。よかった。<laughs> なんかね、おろえさん本物ですよ。<laughs> こんばんは。 初ライブおめでとうございます。ってことで、ルルリラさん、ありがとうございます。え、アミさん、こんばんは。こんばんは。えー、とっても嬉しいです。にっちゃんさん。はい。ミネチンさん、いつも元気もらってます。あこちらこそ元気もらってます。ほんと。なんか私の動画を見てくださってるんだなと思って、ほんと喜んでます。ほんと。なんかもう、 私の糧になってますね。もう生きる生きがいになってる、ほんと。ほんとです。うん。あ、きなこさん。はい、きなこさん。こんばんは。初ライブおめでとうございます。ありがとうございます。きなこさんもたくさんコメントいただいてますよね。ありがとうございます。ああ。キッティ・さん。きちはるさん。こんばんは。こんばんは。 えっと K.I. さん最近よく見てます参考にしてますありがとうございますあの参考にしていただいてと本当に嬉しいですでも私のやつって結構あのそういうジャンルを歩んできてないのであの参考になるっていうかまあ、参考にしていただいて本当に嬉しいんですけどあの反面教師にもねしてもらいたいなと思っているところあのこの間やったあのシャネルのやつとか。 こういうふうにしたらこう間違っちゃうんだっていう感じで見てもらうのも嬉しいかなっていう感じ、うん、なんかそういう感じがそ,それも私のなんか,もなんかモチ,モチーベーションとかも持ってるところうん。<laughs> あいこエルさん見てますよありがとうございます。 え、経 o u u さん、いつも楽しく、楽しく見させていただいてます。もらってます。嬉しいです。ありがとうございます。今日のライブ何しますかって、ももさん。あ、何しますかえっと、何がいあ、今日のメイクのブランドはどこですかえっと、えっと、英語 <laughs>、ウィルディ・ カット55ラブさん。えっ、ー、と、今日のメイクはですね、下地がスックのリキッドで、アイシャドウがシャネルのリキッドアイシャドウで、眉はファッション。<laughs> で、リップはね、今日ちょっとね、あの、今日マスクつけてたんで、リップ塗ってなかったんですけど、スックのモイスチャーリッチ、あの、リップスティックの119番を使いました。もう、な、懐かしの。 全然使ってなかったやつ。こんなやつ。こういうやつ。これをね、今日は使いました。チークはね、あの、シャネルの,あの最近出たやつを使ってます。はい。こんな感じ。もしかして聞かれるかもしれないと思って、リップだけで準備してた。<笑><笑>えっとですね、あれ、ツヤリップですね。そう。あのシャ、あのシャネルじゃない、スックです。スックのも、これさ、モイスチャーリップ、リップ、ん リッチリップスティックとバイブラントリッチリップスティック、これはもう出ないと思いません多分ね、新しくほら、出たじゃないですか。もうあれに乗り換えるのかなーってちょっとね、思ったりなんたりしてるような気がする。出すのかなわからない。だからずっとね、リッチリップスティックは大切に使っていこうかなというふうに思ってます。うん、シャネル似合ってたよって、ひろエさん、ありがとうございます。本当ですかありがとうございます。 ね、リベンジするとか言いながらなかなか知ってなくって。えっと、佐藤もつさん、登録者数1000人からすごく増えて、私も嬉しいです。初ライブテンション上がってます。私も上がってます。<laughs> これ、ね、何分しようかなと思っていたんですけど、そう今日何ライブしますかともそうなんですけどあの、何しようかなと思って、なんか。 あ島村ら、島村企画が大好きですあ。私も好き、本当。自分でね、あの、選ぶのが好き。あれは本当にで島村にね、1時間ちょっとはいますからね、島村に。うん。で、地元に島村が3つぐらいあるんですよね。で、行きつけの島村にばっかり行くんで、でこの違う島村行ってみようかなと思ってるんですけどね。なんか違う島村行ったら、またなんか行ってもらうとかあったりするのかなとか思ったりしてます。 そんな感じ。はい、初ライブおめでとうございます、ななさん。え、初めてのお気に入り YouTuber さんは、えー、本当ですか嬉しい。ななさん、そんなこと言わないでください。泣きそうになる、本当に。いや、もう数ある、もう本当、もう星くずのほどいらっしゃるじゃないですか、YouTuber さん。そんな中で、ありがとうございます。 もう本当、もういっぱいいる、もなんか、後発組なんで、私なんて。なんか、もうね、なんか皆さんの真似事とか、そういうことをやったりとかし,、ね、してるところも中にはあるんですけどね。まあ、私なりの色を出せたらいいかなっていう感じでやっていってるんですけどね。うん。ええ素敵な。えっと、ミネ、ね、ミネチンさん、私がいつも、 素敵なメイクされるので、同じのをついに買いに走ってます。そうですか。ありがとうございます。<laughs> 私のが参考になってるっていうのがね、本当に嬉しいです。嬉しい。<laughs> シャネルは娘とやめてと言いながら見てましたって。我が家では伝説の動画でしょでしょ <laughs>、ね、そういう人いると思った。 本当私もね、もう自分でやりながらやめてって、あの、編集しながらね、やめてやめて、そこ違うと思ったもん。<laughs> 伝説だよね、あれね。本当なんかあの、なんだろう、リベンジするとか言いながらしてないんですけど。あ、トム・ホーズゲットできました由美子さん何色何色どっち私と同じ方ですかどっちなんだろう。どこでゲットできたんだろう カウンターですかね。カウンターはね、ギリあるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。え今今のままでいてください、うん。今のままでいます。ゆみこさん。トム・ォード、ミネチンさん、トム・フォードデビューしたいですということで、私もね、トム・フォードデビューしたいなってずっと思ってて、あれでデビューしたんですよ、ピンクのやつで。 ゆい <laughs> シーナさん、可愛い,いって、ありがとうございます。そうんね、可愛い,いっていう年でもないんですけどね。はい。あ、EM さん、私は濃いカラーが似合うと思います。メイク系見てると、イエベの秋っぽいなと思ってました。どう確かね、あのイエベだと自分でも思ってるんですよね。でも なんかあの、何かのやつでやったときに、あの、ブルベって出たんですよね。でも、誰かがコメントいただいてましたけど、なんか何回かやらないとダメみたいですね。なんかブルベって出やすいみたい、なんか。だから本当になんか、そういうプロの人に見てもらわないと、ね、はっきりしたことはわからない感じ。なんか今、ここにこう、あのー、皆さんの書き込みが出てるんで、目線が全部、全部こっちに行っちゃってるんですけど、あの、大丈夫ですかね。<laughs> あ私とあの同じ身長で、あ,あ、ありがとうございます。私と同じ、私の影響で毎日ファッションですよね。ファッションめっちゃあれね、殿堂入りするともう本当。なんかねあの、ちょっとね、やっぱちょっと違うんですよねあの。100均のやつとちょっと違う、ちょっと違うんですよね。うん、いい感じ。<laughs> 自分で言って、自分で突っ込むところがつぼってます。 そうね。なんかほんとね、あのー、一人芝居だから、なんかカメラに向かって喋ってると、ほんと一人芝居になっちゃうんで、あ、あれテロップが突っ込んでるっていうところかななんか、うん、そう、なんかそう、そういうことなのかな <laughs> でも自分で言って自分で突っ込んだりもしてるからね。うん、ありがとうございます。あ、シャネルのアイシャドウ。 素敵だったので買えますあこ。これですかここれこれね、あのこのアイ,アイシャドウね、めっちゃいいですよ。なんかね、あのー、定着が早いんですけど、いい感じで遅い。なんか早すぎず遅すぎず。だからね、すごくね、あのた,だた,た,た,ただね、ただ固めずつやらないと、両目塗ったらだめだから、固めずつやらないとだめかなっていう感じ。 マミ様と、あ私の編集大好きです。ありがとうございます。にっちゃんさん。ナナさん、本当です。本当に初めてがヘルミックスさんです。一番好きですありがとうございます。もう嬉しい。本当ありがとうございます。もうこのままでいます。<laughs> なんか嬉しい。本当嬉しい。 そういう方がいらっしゃったのなんかやっぱりライブとかしてみないとわかんないね。なんかこう、皆さんのこのリアルの声っていうのが、なかなかね、伝わってこないから、ライブって楽しい。<laughs> カエルカエルさん、伝説の動画何回も見てるよって。あれはね、伝説ですね。書き換えない方がいいかもね。流れは。 天然さに癒される天然なのかないや、私、天然って言われるんですよ。なんか、でも、自分、天然ってあんま思ってないんですけど、ひろえさん。でもね、なんか、天然の人は天然と思ってないってね、友達からも言われるんですけど、天然と思ってないんですけど、天然なんだろうね。あ、企画、プロのパーソナルカラー診断、企画、気になります。 サトウモツさん、なんかね、パーソナルカラーをやってくださるところが、なんか近くにないっていうか、前もコメントでね、書いたんですけど、どこでしてくれるのかな、なんか。うーんあおなかがパンパカパンさん、どうも。 毎日ドキドキしながら、毎回ドキドキしながら見てます。<laughs> そういうヒヤヒヤ感も与えてるっていう、なんかちょっとアスレチック感があるのかな、私の動画ってね。なんか次大丈夫かこいつみたいな。なんか、そういう感じ親心みたいな感じで見てくださってるのかしら。なんか嬉しい。<laughs> あ、ローズプリズムを買ったんですね。あちらもね、気になってたんですよ。どうでしたなんか、 あの、ちょっと調べたら、あの tm, tom, tm よね。tm ってこう刻印されてるのはラメラメらしいですね。で、されてないのがマットが入ってるタイプってなんか分かれてるみたいなんで、多分、ローズプリズムの方もラメラメじゃなかったですかなんか、私はもうちょっと手に入らなかったんですけど。うん。<laughs> うさぎこ33さん。偶然に私の動画に多分巡り合いました。気さくなところが大好きですって。憧れのデカポス、デカポスやないや。デ、デパコスは <laughs>、まあ、見てるだけででも楽しいです。本当です。ありがとうございます。もう可能な限り、あの、いろんなものをこうゲットして、こう皆さんにこう、見せ,見せていきたいというか、こんな感じのやつがあるよとか、なんか同じものを買った方で、 なんかあのー、なんだろう、こういう使い方もあるんだとか、あ、こういう使っちゃったらこうなっちゃうんだ、やめようとか、なんかそういう感じになったらいいかなと思,思ってる。え、ゆうかさん、初ライブおめでとうございます。いつも癒されてます。メイクも参考になります。ありがとうございます。本当に参考にしていただいてるのも嬉しい。しゃべるも編集も面白いです。癒される。元気もらえる。AK さん、ありがとうございます。こはるちゃんさん、ヒロミックスさんはどこ出身なのですか はい。どこでしょうどうでしょう,う,しょうとか言って、めんどくさいね。えっと、長崎です。はい。私、長崎にいます。はい。気づいてました長崎なんです。あのー、いつかのコメントで、東北ですかって言われたことがあったんですけど、あ、え、お腹パンパカさんパンパカパンさん、長崎へえ 同居じゃないですかそうなんだ。すごい。あ、ケイシーさん。どうも、おはようございます。そう。アーカイブのこ残したいんですよ。あの,の、残したいんだけど、残し方がわかるかな <laughs> の一応残すつもり。あの、ピペ,ペさん、すいません。あの、これゲリラライブです。あのね、 この画角とか、調整がどこら辺にこのパソコンを置いたらいいかと思って、ちょっと下リだ。で、やってみた。そう。<laughs> あ、ローズプリズムはめっちゃ春っぽいって、ヒロエさんが。あ,あそうなんだ。ええ。あ、EM さん、デパート行けないので、 私のコスメを見て参考にしてますって。やっぱデパート行けないんですね。でかい、でか <laughs> あ、そうう、言い間違いね。言い間違い。<laughs> そう、なんかね、私、あの、そういう、な長崎もね、結構、あの、田舎の方に住んでるんですよ。だから、もうね、デパートっていうものがそもそもないんですよね。でも、今やデパートがあっても行けないっていう状況だよね。 アミさんね、長崎行ってみたいです。ぜひ来てみてください。コロナが落ち着いたらね。あ、ウィルド・関東55・ラブさん、遠いなーってことは、結構遠くにいらっしゃるのかな。ルルー・リラさん、九州かなと思ってました。正解です。九州です。ハウステンボス大好きです。あミネチンさん、そう、ハウステンボスね。やっぱ長崎っていえば、ハウステンボス出てくるよね。 うん、ハウステンバススウォッチで色を見せあスウォッチが参考になっているんだ a i k さん a i k エ l さんなんかねスウォッチの見せ方とかねどういう風にしたらいいかなといろいろね悩んでるんですけど、まあ、今のやり方で大丈夫ってことかなうん 今のところね、なんかカメラがね、一台しかなくって、なんかこう、上からこう、手をこうして、こうする人もいるじゃないですか。なんかそういう方もいいなと思ってるんですけど、と今のところね、あのー、今のやり方でちょっともうちょっとやらせていただこうかなと思ってます。長崎雨大丈夫ですかあ、えっとですね、長崎はね、 えっとね、大丈夫だったんですけど家もね大丈夫だったんですけど実はね避難しました <laughs> あの私の家が結構あの崖とかがあるのであの実は避難してました <laughs> でもね全然平気でしたよ、うん、大丈夫でしたでおじいちゃん家があの雨漏りがひどくってあの傘を持たないといけないくらい雨漏った雨,雨漏ったすごかった ボタン鍋の動画出してたよねって、ひろえさんはい、出してました。え、売り切れだったんですかあの、きく、いや、くちはすさんこのシルバーあ、売り切れだったんだ。あ、そうなんですね。ああ、あれだ、あれな,あれなあの、公式サイトはどうなんだろう公式サイト。 あるのかなちょっと調べどうなんだろうあいつもで亜美さんいつもデパート行かれてるのかと思ってましたって行ってないんですよ私ね、あのー、ネットで勘で買ってるんです うんやっぱりデパート行くの怖いですよね、AK さん。あ、口はすさん、長崎なんですよね、福島かと思ってましたって、ね、私、東北の人と間違われるんです。あ、でも福島って東北かな、東北だよね。あの福島の友達はいるんですけど、あのー、福島ではない、でもねあの、東北の方とね、間違われる。 あペペさん、東北と九州のイントネーション、少しね、似てる気がするって、これね、私ね、あの聞いたんですよ、なんでかって言ったら、あのね、あの多分多分知っ,て知ってる人もいると思うんですけど、あの日本って、あの京都が昔、都だったじゃないですか。で、京都から人が輪っか状に広がっていったらしいんですよ。だから、その輪っか状にいる人たちって大体似てるんですよ。 で九州と東北がその輪っか状にいるみたいって聞いた <laughs> 本当か嘘かわからないけどなんかそういうふうなことをね聞きましただからね東北の方と前もね最初就職したところがね広島だったんですけど広島の人にも「え東北ですか?」って言われました東北別に東北でもいいんですけど東北じゃないんだけどね 今ね、ちょっと携帯をね見てるんですけど、あえっとですねこのシルバーのアイシャドウ、ね、で公式サイトだったら、ね、まだあります。ありましたたよかったら チェックしてみてください。シャネルのオンブルー欲しかったけど、最近はどこも完売してました。チュチュがとても可愛くて買おうと思います。ななさんあチュチュってあのディオールのチュチュのことですよね。あ、チュチュね。めっちゃ可愛い。私本当もうね。使い切ってしまう。まだ全然底見えとかしてないんですけど、なんかね。使いなんかちょっと今保管してる。 シャネルのオンブルー、あれのチークですよね。チークはないのかなないのかしら。分からない。なんかね、意外とね、公式サイトが、でも私ね、一個ね、しシャネルね、あーと思ったのが、あの、片押しのパウダーが出てたんですよね。知ってました知らなかった。 で後から、でもね、こういうね、片押しされるともう使えないから、逆にもう買えなくてよかったなと、私は前向きに思ってる。うん。あ北海道から、友平さん、北海道なんですね。あさ福佐屋、福佐屋堂さんのカステラが大好きです。 福祉屋ね。うん。福祉屋も美味しいし、文明堂も美味しいし、文明堂とかは結構東京とかにも進出してるかなと思うんですけど、私のね、おすすめのカステラはね、昭王犬っていうね、あのカステラがあるんですよ。昭王軒。あの、うん、昭王軒ってちょっと調べてみてください。それのね、チョコラカステラ、チョコレートカステラがね、めっちゃ美味しい。だから私、お土産で、 あの私、東京で働いてたことがあるんですけど、東京で横浜か、あのお土産で小王家のカステラとか買いに行くこと多かったですね。副菜も美味しいけど。ありがとうございます。ぶくさん、いつも仕事終わりに動画を見てるんで疲れが吹っ飛びますということで、ありがとうございます。あ、地元のデパートら、一番人気の色だったんですねあの、このシルバーが。あ、そうなんだ。 あ、そう、愛子さん、愛子エルさん、クリスマスコスメもぼちぼち、情報が出てきてますねって。何買うライブしてほしいです。みんなで舐めたい。それやろうだからね、あのー、それやろう。あのー、私も悩みたいんですよ、一緒に。ちょっと下見えますけど、こうしますね。<laughs> あのー、なんだっけ。でもね、あそ 何あのマキアとかでしか見れないじゃないですか。で、マキアが出る頃ってもう結構情報出てるんですよね。なんだったら発売されてるやつもあったりするんで。でもね、あのディオールの,の、あの、なんだっけ、こ,これ、これが今年のクリスマスのやつがもうあのデザインが出てましたよ。これは前のやつだけど、これはあの去年の。 クリスマスのやつだけど出てたでも中身の色はね一緒だったような気がしたんだけどねわからないえ声が聞こえなくなった聞こえてますかあお腹がパンパカパンさんメイク動画出されてユ YouTuber さんはライトが当たりすぎて本来の色が白すぎて見にくい 私の動画は参考になります。ありがとうございます。もうそれあの、怪我の巧妙っていうやつですね。あの、ライトのね、知識とかあんまりなくって、本当にもう、ほぼ自然光みたいな感じで撮ってるんで、なんかそういう感じ。だから、あの、逆に良かったね。なんか私もね、それはね、感じてたんですよね。なんか結構あの、買ってあ、あ、違ったと思うことあるんで。あとはその、雑誌とか、ネットとかの色を、 もうあれも光当てて綺麗に見せてるから、あの実際見て,見てみないと分かんなかったりとかするんで。うん。あ、あ、入った。よかった。声入ったよかったです。そうです。コスメ何ライブ楽しそうだね。スティルオンブルエコンチュール。真似して買いました。ありがとうございます。何かをやりたいね。や,るやりましょう。 あのクリスマスコフレ何かをやりましょう、これは。これをやりましょう。うん。え、スックも解禁になった知らない。そうなんだ。ちょっと調べます。あ、きなこさん。シャネルの片押しパウダー欲しかったんですが、知らなくて。完売でした。私も同じ。 でもあれね、本当、もったいなくて絶対使えない。あれはもう、買っても使えないと思う。あ、持ってますか i m さん。その片押しのやつあ、これこれのことかなあ、これ持ってます。これを、これのことだな、きっと。へ、えー、そう、これ、これはね、あの、もう解禁になってましたね。で、なんかちょっと可愛らしい、なんか、 なんかバックみたいちょっと、ちょっとバックみたいな感じのデザインだった気がするけど、うん。そう、ディオールのクリスマス、去年の色に似てますよねって、うん、似てた、これ、あっ、めぐめぐさん、横浜から見てるんですか横浜のどこだろう、私はね、横浜のね、あのー、平沼に住んでました、西区。 あの桜木町の近くに住んでましたよ。6年ぐらい住んでました。近くなのかなもう横浜行きたい。あのね、私が、えっと、横浜を去る頃には山手線が、今山手線ってグリーンじゃないですか。多分そうよね。私がいる頃はまだね、下だけがグリーンだったんですよ。でグリーンに 全体がグリーンになる直前に去ったんであの全体がグリーンの山手線に乗りたい <laughs> どこに行くわけでもないんだけどあ日にっちゃんさん私も北海道から見てますことですごいねもう九州から北海道まであの昨日あれやってましたよねあのー、あれ出てこない <laughs> あのホタテでやってたじゃないですか、ホタテテレビで、北海道のホタテ、あれ、秘密の県民賞やってましたよね、見ました、北海道のホタテ、北海道の人ホタテはあ、北海道の人はホタテをなんか50円ぐらいで買って、貝柱とかめちゃ、なんか50円とかで食べてるって。あっ、りさん、私は兵庫からです。ああ兵庫からすごいあ めぐめぐさん、平沼は横浜駅近いですね、そうです、あの横浜駅まであの、会社が横浜駅の近くだったんで、そごう側の方に住んでたんですよね。だから横浜駅を突っ切って、あの高島屋側に出て通勤してました。はい、あ沖縄 ?EM さん、沖縄すごい。 その前に、い、え、ユ、っと、うコさん、えっと、シェルフリッジで購入するときは英語で書かれているので、注文の仕方がわからないんですが、えっと、語学が堪能なんですかうん、堪能じゃないですよ。勘です、勘。もう、あのね、勘です。<laughs> えとねあの、価格は日本円になるので、日本円になるので、 価格は心配しなくていいかなあとはもう、あの、グーグルさんに翻訳してもらってる感じですね。ただ、セルフリッジで購入されるなら、絶対ね、あれをいいしといた方がいい。あの、1回5000円で1年間送料無料ですっていうね、ところがあって、そこをね、ポチッと押すところがあるんで、それをね、しといた方がいいです。で、大体セルフリッジで購入すると2回、3回買いたくなっちゃうから、 一回の送料が三千何百円かかるんですよね。それよりも一回五千円ボンって払っといて、一年間無料で使った方がいいと思う。それはね、ほんとセルフリッチ、あの、される方はね、おすすめ。すぐ狙ってますって。私も狙いたい。見てない、まだ。あ、今日のお洋服ね。ブージュルードです。<laughs> はい。アイエムさん。アイエムさん、ね、ニッチャンさん。もうブージュルードを、あの、広めたいなんで。<laughs> これかわいいですよね。一目惚れして買ったんですよ。ちょっと買っちゃいました。クリスマスコフレーの話を8月にするの面白いですね。本当面白いよね。なんかねあのあの、雑誌の仕事もしたことがあるんですけど、あのこの時期ってもう本当クリスマスのことばっかり頭の中入ってるんですよね。だから今あの、薪屋とかへん作ってる方はもう頭の中ね、下手したら正月。 の花ことまでいっちゃってるからね、多分企画とかはね、正月のところまでいっちゃってると思うんですよ。で、作ってる人はクリスマスのやつとかをもうあの取材とかねあの、ネタ拾いとかね、やってるはず。うん、スックの彫りで、あ、私が好きそうですかえむさん。あ、本当ですえー。 めぐめぐさん、えっと、東横沿いの横浜駅まで歩いて15分ぐらい、あ、東横沿いなんですね。へー。近いですね、東横沿いって言ったら、東横沿い、何駅があったんだっけ。私も東横沿いだった気がする。 駅はあの、電車は使ってなかったんですけどね。あ、広江さん、東京なんですね。いや、東京だと思ってましたよ。もう、おしゃれだもん、言うことが。<laughs> これ、これ、語弊があるけど。うん、広江さん、東京だろうなと思ってました。広島あいこ子エルさん、広島ですか私もね、広島住んでたんですよ。あのー、私はね、広島の、今は廿日市市に、九州、九州じゃないや。 合併されちゃいましたけど、あの、大野町に住んでました。あのー、なんだっけ。あのー、あそこがあるじゃないですか。あの、ヨーグルトの工場が。ヨーグルトの。土屋ス土屋スパークあそこの近くに、あの、会社があったんですけどね。あの,あの辺に住んでました。広島も広いから、もし福山の方だったらわかんないかもしれないけど、なんかそっちの方でした。 山梨あ、そうですか。伊豆おっしゃれ伊豆は、なんかもう、あ、AK さんも東京なんですね。あ、ミネチンさん、愛知。へえ、え、K、ゆうこさんは千葉。あ、そうですか。なんかちょっと画像が海外っぽかったんで、もしかして海外かなと思ったんですけど。えっとね、KC さん、横浜はいつ ゴロ住んでたんですかって私も2010年まで住んでましたアメリカから見てます嘘。すごいアメリカから見てるんですかすごい横浜はあとこっちに戻ってきて5年ぐらいなんで2021から5引いてちょっと今興奮して計算できないいや私あのー、すごい 世界をまたいでると思ってなかった。2016年か、2016年。ええー、私ね、あのハワイその、横浜の仕事の関係で、ハワイに何回か行ったことあるんですよ。だから、ハワイだけは行ったことあるんですけど、アメリカもどこだろうね、ニューヨークとかさ、マンハッタンとかさ、行ってみたいよね。 あとなんかそのアメリカのディオールとかを、にシャーンって入っていきたい。アクサンドシティみたいな感じで。カンカンカンみたいな。<laughs> あ、そごの中にある鶴ヶ谷のお菓子。んあ、読めない。くず。ぐらが大好きです。あのね、そご、 横浜外号の下に、あれがあるんですよね。原田の、あのー、あれが。出てこないの興奮したら出てこないね。ラスク。今でもあるのかないつも、あの、実家に帰るときは、あそこで原田のラスクを買って帰ってたんですけど。あるのかしらええ。あ、IM さん、大阪。あ、いこえ l さん、廿日市市。あ 父安、わかるわかるよねそうそう。廿日市市の、廿日市市にさ、あの、でっかい、あのー、ショッピング街があるじゃないですか。あの、ショッピング街ってかなー、もう出てこーん。あのー、そこでね、この指輪買ったんですよ。あのー、廿日市市の、廿日市市、なんだっけ、あのー、なんかちょっとおしゃれな、 夢タウンじゃない夢タウンじゃなくて、あのー、なんかちょっとおしゃれな、あのー、んやったっけあの、ちょっとショッピングモールみたいな、ショッピングモールっていうか、なんか総合みたいな感じの、なんかちょ、ちょっと、なんかカタカナだったな。カタカナのなんちゃらかんちゃらみたいな。 5日市だったかな ?5 日市。レクトでもないな。えっとね。<laughs> これさ、あのー、バックミュージックないから私が喋る、喋、あのー、らないと。アルパークそうそうそう、アルパーク <laughs> アルパーク C でこれ買いました。 だからこれもう20年以上使ってんの。そう。<laughs> あー。すっきりした。アルパークまだあるのかなアルパークひろえさん、アルパークってな何みたいな、そういうこと <laughs> アルパークってあるんですよ。父屋行きました。あー。 え、ユキさんもアメリカからなの出身が横浜めっちゃおしゃれじゃないですか、もう。すごい。ディオールのルミナイザー買う予定ありますかあれでしょあの、ス式の、あの、あれだよね。あの、こういうさ、表面のやつでしょディオールのルミナイザーって。ね 多分ね、私ね、セルフリッチでね、予約しましたよ。あの、ちょっと、この間い、セルフリッチ見てて、出て、あ、予定、あの、予約しました。予約っていうか、今、こっちに向かってます。こ、あのー、日本でも出るんですね。なんかね、その辺とかね、わかんないんですよ。だからその、その、セルフリッチを結構回遊しながら、日本の情報とかをこう、こう、しながら、 どれかをどれかをとかしてるんですけど、そんな中で日本では発売されなかったものとか、なんか出てきちゃったりとかするんで、なんか出すに出,さ、ね、出せないものとかね、そう、予約済み、予約済みっていうか、あので,でもあのセーフリッチですけどねあの、こっちに向かってきてます、今、イギリスから。はい。あえっとね、お腹がパンパカパンさん、ヒロミックスさんのお仕事、福祉系ですかあ スルーはしませんよ。あの、副社じゃなくて大事ですね。あの、デザイン系です。なんか雑誌、あの、基本的には新聞折り込み広告とかを作ったりとかする会社、もともとはね。で、あと雑誌とか、なんかホームページとかいうデザインとかをしてます。はい。なんか、だからデザイン、デザイナーです。<laughs> デザイナーですったら、なんかちょっと、語弊、なんかそういうっぽく見えないかもしれないですけど、なんかそう,そういう感じ。ね、デザインとかおしゃれとかね、言われるんですけどね、地味ですよ、寝れないし、帰れないし。え、KC さん、まさにニューヨーク すごいえニューヨークにいるんだったらさあの渡,辺渡辺直美さんとかにも会わないんですかとか,なん,かなんか東京にいたらなんか誰とかに会,うな会わないんですかとか言うのと同じ言い方かな今もしかして渡辺直美さんとか結構ニューヨークで今ね頑張ってらっしゃるからあっぽにゃさんこんばんは。 早すぎてついていけない、ついていけないですよね。そう。おしゃれじゃないんですよ。でもね、なんかもう、地味なんです、ほんと。あ、ルルリラさん、東京生まれの秋田と次。へ、え、ぇ、ー、両親が福岡なので長崎も行きましたと言ったことあるんですね。 懐かしさを感じまますありがとうございますだからこのイントネーションはね、直らなかったんですよね。だから、横浜いる時もね、あの直らなかったんですよね。で、戻ってきて、なおさら、戻っちゃって、でこの間、久々、その横浜の時の社長さんと電話で話,したあの話す機会があって、話したら、戻る、戻ってんじゃんみたいな、もう完全、もうさな流されになってんねみたいなことを言われましたけど。 うん、AK さんだから編集上手なんですねって、うーん、そうね、そうなのかな。なんか、動画もね、ちょっとね、あの習ってたんですよね。だから、ちょっと、あのちょっと予備知識があったんですけど、まだまだね、なんか、あのまだまだですよ、本当 もっと、ね、ただねあの、使ってるソフトが、今、ちょっと簡易的なソフトを使ってるんで、あの皆さんもお気づきかもしれないですけど、あのエフェクトが全然かかってないんですよね。こうほんと、出てきて消える、出てきて消えるってばっかりじゃないですか。なんか、ぼよんぼよんぼよんとか、なんかそういうのとかもね、してみたいんですけど、それがね、まだできてない感じ、まだ勉強中。うん うんうんうん、年齢とか聞いても大丈夫ですか、うん、いや、大丈夫ですよ。あとですねあのあ、この間、誕生日だったんですけど、42歳になりました。どうですか、42歳。どうだろう、反応、どうなんでしょうね。もうね、40超えちゃったんですよ。ありがとうございます。めでとうございます ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 、あ,ありがとうございます。若いですかいや、ほんとね、ありがとうございます。なんかね、誕生日だったら、ありがとうございます。同い年ななさん <laughs> ピアスの位置的な同い年だと思ってました。えそういうので分かるんですかすごい。あ、ミネチンさん、私の1個上。あ、そうですか。でももう1個、1個関係ないですよ、本当もうもう。30超えたらみんな同い年だから、本当。<laughs> あ、これで視聴者さんからもらったんですよ。あのいただいたんです。あの、ポニョさん、ありがとうございます。 <laughs> 若く見えますか <laughs> ?30 代と思ってましたかありがとうございます。<laughs> そうなんです。いやー。あ、ペペさん、予想してた年齢でした。あ、年相応ってことです。あ、猫バスさんも同じ、お猫バスさんも同い年あ、結構同い年じゃないですかみんな。結構仲間だ。 もうね、30代もね、仲間ですよ。<laughs> 30代の人、失礼か、それ。<laughs> ありがとうございます。流行ってた。下の方につけるの、流行ってた。流行ってたよね。なんでだろう。だからね、あの、あれなんですよ。あの、今となっては、大きめのピアスをつけるとこう、ブランブランってなっちゃうんですよね。わかる、わかる。で、 あの複数箇所、こっちに1、2、3個あって、こっちに1個あるんですよね。で、この辺とかにもつけたと思ったけど、つける、この辺にはない。でも、なんかいまだ、今になってねあの、ここにピアスつけたいなと思って、この間、ピアス、整形外科に電話したんですよ。なんか、ここにピアスするのいくらですかって、5000円って言われて、あ、そうですかって言って、電話切ったんですけど、勇気が出たら、あの、 つけようかなと思って。<laughs> もしかしたらここにピアスがつく日が来るかもしれない。はい。あひろえさん、1個年上なんですね。あ同じ、1個年上、先輩だったんですね。あっ、4288、08273、52歳なんですね。大先輩じゃないですか。いろいろ教えてください。 皆さん下に開けてませんかああ。三つ上。そう、軟骨ピアスです。軟骨ピアス。痛いんだろうな。痛いですかって聞いたら、いや、麻酔しますから大丈夫ですよって言われたんですけど、いや、痛いに決まってんじゃんと思って。<laughs> ひろみいさん51ですけど入ってい入ってください、もちろん。あ年上でいらっしゃったんですね。いつもコメントありがとうございます。あといただいてます、本当。麻酔っていうかあの、なんかここになんか、なんか麻酔するって言われましたあの。電話だったんで分かんないんですけど。しえさん、軟骨痛かったです。あ、痛かった。やっぱり痛いよね。 そうそうそうあ。お腹がパンパカパンさん49歳なんですね。でも気持ちは42の同い年。そうですよ、もう,もう30超えたらね、みんな同い年、本当。あそう開けた後の穴ができるまでが痛い。あなるほどね。あどうしようかな。で、1か月ぐらい入れたままにしといてくださいねって言われたんですよね。 うん、だから、あ、そうか、と思って。ちょっとね、迷ってるところで、僕さ、あの、でもね、ピアスって、あの、ちょっとこれもね、あの、どっかから聞いた話なんですけど、奇数じゃダメらしいんですよ。あの、偶数開けとかないといけないらしい。だから私、1、2、3、4なんですよ。だから、こっちで1個開けるなら、こっちでも1個開けない。まあ、こっちじゃなくてもいいけど、あの、両耳で偶数にしといた方がいいっていう噂。 信じるか信じないかはあなた次第です。はい、だから私、偶数でしてるんですけど。はい、あ三つ開けたけど産んじゃったんで塞がっちゃいましたって、あ、そうなんですね。あ私もね、あの実はあのここの穴。 あの、高校の時に、あ、ひろえさん一つ下なの読み間違えたあ、ひろえさんが私の一個下なんですね。あ、そうなんだ。でも全然大丈夫ですよ。同い年、同い年。 シンデレラ城なんですね。千葉の。ああ、なるほど。あ、ひろえさん、うんって。あなるほどね。あでも,ねでも同年代が集まってくるって、やっぱそうなんですね。嬉しいです。アラフィフね。いや、私もそうですよね。もう、あ,のあっという間ですからね。だから、この間ね、あの誕生日のときにあの、FM 長崎に、 メッセージを送ったんですよ。あの、誕生日まであと2週間でして、2週間で何かできることありませんかっていうのをね、<laughs> FM 長崎にメッセージを送ったら読んでくれて、<laughs> そしたら、走ってくださいって言われました。もう走るしかないって、今更言われても何もアドバイスできないから、2週間走ったら少しは絞れるでしょうと言われたんで、あ、そっかと思って、そしたら大雨みたいな、<laughs> 走れなかったけども。 FM 長崎とかね、聞くんだて。働いてるところがね、あの、走 <laughs> ってください。走りますあの。働いてるところがね、ラジオを流してるんですよね。だから、あのこっそりこうメッセージ、あの、送ったりとかしてるんですけど。うん、そう。なんか話の途中ですよね。あ、そうそう、ここね。 私あの、高校が火星科だったんですよ。で、あの、待ち針待ち針ってもうめっちゃたくさんあったんですね。で、待ち針で開けるっていうのが流行ってて、待ち針で開けたんですよ、ここ。で、後ろに消しゴムを置いて待ち針でブシみたいな。そしたら、あの、一回で開け、開けれなくって、あの、穴と穴の間で皮膚がなんか残っちゃったんですよね。 なんかちょっと、ちょっとエグい話だって、なんか申し訳ないんですけど、だからここの穴だけね、ちょっとね、あのー、なんだろう、あのー、入りにくい時があるんですよね。その、通過してないところと通過してるところがあるんですよ。だから通過してないところにこれを入れちゃうといけないんですよ。だから、こう探って通過してる方に入れないといけないっていうね、めんどくさい穴、これ。<laughs> 猫バスさんや,やってましたよね大体やってると思う。大体。あの後ろに消しゴム置いてあの安全ピンとかね。やってた安全ピンねほらねポニョさん。そうだ大体やってると思う。うんやってるやってる。<laughs> 楽しいねこの話。<laughs> 楽しいわ。やってましたよ。 そう、高校の時とか、美容デビューの時。まさこひさん、美容デビューの当時、同い年ぐらいかなと思ってました。あの頃、動画ヒヤヒヤしながら見てましたよって。<laughs> そうですよね。なんか、最初の頃の動画とか、私もヒヤヒヤでもう見返せないもん。あ、KC さん、私も左はその状態です。私と同じ状態ってことかなそうそうそう。 学校にバレないようにシリコンピアスを入れてる、入れ,るね入れてねで。しかも、あの、両方切ってでしょ。あの、芯だけ入れるみたいなね。あの、シリコンピアスってこっち側にこう、あの、画鋲みたいな丸いやつがついてるから、つけてたら結局バレるんで、あの、きそこも切って芯だけ入れとくみたいな。やってたよね。<laughs> 面白いね。なんか今日、ちょっとそういう遠く、 あヨガね、あのー、私ね、ヨガ行っ,てたん行,ってる行ってたんですよ。で、コロナで行けてないんですよ。で、またね、ヨガ行きたいなと思ってるんですけど、あのー、なんだっけ、あのー、コロナ、あそうそうそう、今日言っとかないといけない、あの明日コロナの注射を2回目を打ちます。はい だからね、熱とかがね、多分出るはずなんですよ。で、コロナの注射を2回打ったら、ヨガに行こうかなと思っているんですよね。ライあ,あのひろえさん、ライブの方がマジ、饒舌っておっしゃっていただいてるんですけど、あのね、あの編集で結構カットしてるんですよ。 あのー、ずーっと喋ってるからねほんとずっと一人で喋ってるんですよでだからほんとねだから長い動画になっちゃったりするんですよね <laughs> あこんにちは初見ですとことことでえっとえリりンおそからき最強さんこんにちはどうもヒロミックスと言いますはい 絆創膏で隠してバレそうだったけど何も言われなかった。それは先生が多分見てみるふりしたんでしょうね。ラッキーですよ。猫橋さん、私は終わったぞってどういうことだ熱出ますやっぱり。出るよね。だからね、はい、注射頑張ります。えっと、 あ、ね、二回目熱出ましたやっぱりだから一応ね、あの、これもね、あの、噂話なんですけど、OS1、あの、ところジョージさんが宣伝してるやつ、あの、注射を打つ前にあれを飲んで、注射を打てばいいってね、言われたから、あのー、あれを買いました。お、それ OS1。OS1 だよね。うん。 であれを飲んで注射に挑もうと思ってるんですよ。そして、家に帰って、ポカリと、あの、イブ DX20 畳を準備してます。はい。<laughs> ここ、平和で好きっておっしゃっていたやつ。これ平和ですよ、ここ。<laughs> どこにいらっしゃったんですか、今まで。もうここで名んで行ってください、本当。 あ、お水たくさん飲むといいって、やっぱりそうなんだね。あおかんとかするんだ。えひろえさん、2回ともピンピンしてたって、本当すごいですね。なんかそういう人もいるのか、私も大丈夫かな。あ MM むえさーん、こんばんは、私は注射まだなんですね。<laughs> OS1 ね、2回目の注射の時に飲んだりで、いや、ほんとこれ、あの、都市伝説だから信じないでくださいね。なんか私が人に聞いた話で、私がやってみようかなって思ってるだけなんで。ゆうこゆうこさん、こう、おかんと高熱が出ましたって。そうなんだ。ポニョさん、あの、本当って言ってますけど、あのーし、あのー、話半分で聞いといてくださいね。私も聞いた話だから。 OS1 ね。あ、キクキクさん。ライブしこれゲリラライブです。あの、これ、本当はいろいろこう告知しようと思ったんですけど、あの、この画角が、このパソコンの画角が、どんくらいかなというのをこう、ね、確かめたくて、ちょっと、本当に本当はね、あの、なんだよ。30分ぐらいで終わろうかなと思ってたのちょっとで、今1時間ちょっと越しちゃった。<laughs> ちょっと、 ババアは熱出ないって言われた。そうそうそう、それも言われた。あの、年を取るほど熱が出ないって。で、女性の方が熱が出るらしい。うん。カロナール飲んでました。へえ。ー、そうなんだ。あそうそう、お腹がパンパカパンさんね。うちのお母さんも熱出てましたし、あの女性の方が熱出るらしい。 で、ひろえさんは、もしかしてお酒好きですかなんかね、お酒が好きな人は熱が出にくいっていう噂も聞いた。違うかなそう、今日練習なんです。ひろみさん。同じ名前ですね、ひろみさん、ひろみけいさん。 のずっと知ってましたよひろみけいさん小野さん私は大丈夫そう大丈夫そうですか私もね大丈夫な気がしてるんですよ自分ではね自分ではあ、今日のアイシャドウはあのシャネルのリキッドアイシャドウですちょっともうあの朝メイクしてこのまんまですけどこれくらい残ってます うん、あひろゆさん、飲まないあじゃあ、なんでだろうねなんでだろうねとか言って、<laughs> なんか熱が出る前提で話しちゃってますけど、いや、出ない人もいるみたいですよ。うん。あえっと、モデルナ。 えっと、ゆうこさん、ゆうこゆうこさん、モデルナーでしたけど、ヒロミックスさんは、ファイザーです。はい、ファイザー。あ、イーナさん。ルックファンタスティックのビューティーボックス。開封動画、いつも楽しみにしてます。あ、生のリアクション見てみたいと思って <laughs> いいねー。 ルックファンタスティックで結構いろいろぶっこんでくるんで、あのー、やっぱり海外の人コメントでも頂い,いてましたけどきゅうり系とかやっぱり売り系とかが好きみたいでそういうのが来ると生のリアクションを、ね、お見せできるかなと思ってますね。<laughs> はーいへえー。 あ熱よりもなぜか脇の下が痛くて3日くらい腕を上げてましたって、ペペさん。あなんかいろいろやっぱり症状はいろいろあるんですね。はいはい。クリスマスコフレ情報、どんどん出てますが、気になってるもの。えっとね、私ね、クリスマス情報、そう、話変わりますけど、あの、キクキクさん。えっと、クリスマスコフレ情報がね、収集できてないんですよね、まだ。で さっきも話しましたけど、この、ディオールのこのこちらの、これが新しい、あの、ちょっとデザインがちょろっと出てたかなっていう感じ。で、えっと、視聴者さんがスック情報も出てたと。あ、ひろえさん、大酒飲みだった。それだな、多分。<laughs> 違う。わ <laughs> かんないけど。<laughs> あの、そう。あの、スックも解禁されてるみたいですね。だから、 あのー、海外コスメはですね、えっと、シャーロット・トリブリートリブリーあれがね、気になってるあの。結構ピンクとかが結構綺麗だから、今回ちょっと欲しいなって思ったりもしてたりとかして。で、どっかす、今、もう上の方に行っちゃったんですけど、あのー、あれね、あ、また飛んだわ、また。 アドベントカレンダー、そう、アドベントカレンダー、ペペさん、そう。アドベントカレンダーの開封ね、楽しみ。で、アドベントカレンダーね、あの、今年は、もうディオールいっちゃおうかなと思ってたんですよ。でもね、あのー、ちょっと無理だな。<laughs> あの、ディオールのアドベントカレンダー6万ぐらいするんですよ。ね。 うん、だから、今年は行こっかなと思ったんですけど、もうちょっと頑張った自分へのご褒美にしようかなと思います。もうちょっと頑張る。そう、アドベントカレンダーは、えっとね、一応ね、アドベントカレンダーで今私予定してるのは、あの、クラランスは買うかな。で、ルックファンタスティックは微妙。あの、ちょっと微妙。クラランスは買うかも。うん。 ちょっと読みますね。スックの、だったんだスック。あー。待って、シエさん、私は、パット・マ・グ・グラス。パット・マ・グ・グラス。 ちょっと待ってくださいね。どこ行ったそれ知らないです、私。えー、ちょっと、うん。生アドベントカレンダーもね、いいね。でも多分、生アドベントカレンダーとかだと、多分、相当時間がかかる、1時間じゃたわないんじゃないかなっていう気がするね。 そうね。クリスマス・コフレードが最近私も作ったような気がしますけど。あ、セルフリーチだと少しお安いかも。あ、そうかも。うん。クラランスの購入を決めた決め手は何ですかあの、アドベントカレンダーのクラランスを購入を決めた決め手ってことですよね。ね。あ、えっとね。 よかったから。<laughs> ごめん、クラランスも買いますけど、あのー、なんだっけ、こと今年のクラランスは、ね、なんかちょっとね、あのー、上冊子みたいな感じのやつをね、海外で買ったんですよ。上冊子にこう入るようなやつで。そういうちょっと変わった感じのやつだったら買おうかなっていう感じ。で、あれ あ、ほんとシエさん。パットさんはセルフリッチも合う。へえ。ー、そうなんだ。あのー、ほんとね、言葉が出てこない。こういうところをね、カットしてるんですよ。あの、ええと、アート、ええと、ウートとか言ってるところをカットしてるんですよね。ランコム。 ランコムでした。<laughs> ランコムのアドベントカレンダーもちょっと買っちゃおうかなと思ってます。でもそしたら去年と被るんだよね。クラランスとランコムとセルフリッチってしたら去年と全く一緒になっちゃうんですよね。だからちょっと違うやつも買いたいなと思ってるんだけどな。あ、マキコヒーメさんマ,マキコヒさん クラランスのやつ買っちゃいましたよって。ありがとうございます。カットはやめようって。あ、カットってそういうことあの、私のこの、これカットいや、めっちゃ長い動画になっちゃうんですよ、本当んに。ランコまででか。サンローランね、どうだろうね。マックもね、マックはね、最近ね、 あの、気づいてる方いらっしゃるかわからないんですけど、最近マック買ってないんですよ。なんかね、最近マック買ってない。アドベントカレンダーで復活するするしてみるなんで最近マックディオール見たいよね私も見たい。欲しい。うん。 海外でナーズのアドベントカレンダーナーズのアドベントカレンダーってあるんですかへー。ひろゆさん大歓迎ほん本当、1時間動画とかになっちゃうんで。あ、そう、さっきちょっとちょびっと触れたかもしれないんですけど、ちょっと田舎の方に住んでるんで、あのね、驚いてください。あのうちね、光回線じゃないんですよ。<laughs> だから あの動画をアップするのに23時間かかるんです。<laughs> いや、驚いた人いると思いますよ、マジで。あサボンナアドベントカレンダーもね、いいよね。でもさ、あれってさ、競争率高いでしょおおってびっくりバンクとか来てるけど、光回線のところでの反応ですよね、これね。 あのね、私今、ね、今ね、ソフトバンクエアでやってるんですよ。で、あの実家の方は ADSL なんです。もうね、田舎、ほんと。田舎なりのいいところはあるんですけどね。うん、雨漏りしたりとか。<laughs> 本当の田舎に住んでるんですねって。 そうなんですよ <laughs> でもねうちも田舎猫バスさんってうちも田舎ってだからねそのあんまり長い動画を上げるとだからいつもパソコンつけっぱにして寝るんですあの動画をアップした状態にしてあっ娘さんが帰ってこられたそうで。 学校からですかね学校から帰ってこられたんですかねお疲れ様です。<laughs> ゆうこさんの娘さん、お疲れ様です。ひらックスです。あ、猫、ね、バスさん、島根県あ ADSL 懐かしいですね。懐かしいよね、本当今、リアルタイムで使ってますからね、本当。あ、この画像が、 今のは外いそうかもね、そうかも、そうかも、そうかも。あ、みゆきちゃんさん、はじめまして、はじめまして。シエさん、ディオール、2年前に買いましたルルリラさん、TBS が見られないと田舎です。わかるー。きなこさんも田舎なんですか あゆ,うこゆうこさん、雨ね、大丈夫だったんですけど、家の中が雨漏りしちゃいまして、家の中で傘をはさすはめになったんですよ。これ冗談抜きで。<laughs> いやあの、冗談抜きでっていうか、あの台所だけねあの、一部だけですよ。家の中じゃないですよ。<laughs> あのコスメ収納ね、あのともさん、ともさん、ともさんってともさんともさんって,んんってあのともさん ともさん、あのー、コスメ収納を見たいあのコスメ収納ねーそうねあのー、コスメ収納も考えてるんですけどねもう何せねカオスなんですよ。はい、あみゆきさんいつもメイク参考にさせていただいてますってクラランスの愛車あ本当ですか あのミドルのやついいですよね。私もあれ大好き。ゆうこゆうこさん大変,そう大変でした。でもね、雨漏りもあのちょちょってこう父親が直したら直ったんで大丈夫だったんですけど。はいえあいこエルさん、去年初めてディオールのアドベントカラーだ、買いました。すごく良かった。おすすめだけど、おすすめです高いけど。 あの去年からあの変わってるんですよね。あのカレンダー。一昨年ぐらいはあフレグランスがいっぱい入ってたはず、確か。ことかな、おとと去年からあのスキンケア系が結構入ってた。だから、私も今年買おうかなと思ったんですけど、もう少し頑張った自分に対してのご褒美にしようかなと思っています。はい。うん。だから、1年かけて、 なんだっけあの、あれ。ディオールのアドベントカレンダー貯金っていうのをした方がいいのかなという感じぐらいな感じ。そう、カオスになっちゃう。食べる系の動画ですよ。KC さん。あの、食べる系の動画また見たいですとおっしゃっていただきましたね。はい、ありがとうございます。一応ね、企画してるんですよ。もうここで言ったらもうしなきゃいけなくなっちゃうね。あの、誰かが、 あのー、皆さん見てコメントされてたのを見ましたあの辛い系のペヤングを食べてどうのこうのっていうコメントをしてる人がいたじゃないですかであの方に返信をしてるんですけど1000人超えたらやりますって言ってるんですよであのー、それをやろうと思ってるんですけどかた,ただ単にやるの面白くないなと思ったんでなんかちょっと いろいろ考えてるところです、今。うん。そういう食べる系で OK なのかなは <laughs> 辛いやつ見たいあ、見たいですよかったじゃあやるまたやるわ二十 <laughs> !20 代前半です。けいゆうこさん、20代前半。 ご飯食べながら見てらっしゃるんですね。お疲れ様でした。<laughs> はい、そうね。あ そういういいい食べる系もいいね。イーナさんそのアイハーブで買ったものとかを食べるとかねえ <music> とねお酒はいける口ですかって聞かれてるんですけどゆうこゆうこさん あのお酒は、あの、いける、口、ですが、あの、えっとのん、飲んでない。あの、学生の時が飲んだね。週3、4で飲んでました。だから、一生分のお酒をもう飲んじゃったんですよね。だから、今はもう飲んでない。ほとんど。ほとんど飲んでない。もう飲ん、 最後に飲んだお酒が1年以上前ぐらい。そんな感じ。でもねあの、飲めないわけじゃないんですけど、食べながら飲みながらライブとかね、うん、なんか、それもね、考えたんですけど、なんかね、くちゃくちゃなっちゃうのがみんな嫌かなと思って。 なんかちょっと食べながらはよくないかなと思って、ちょっと,ちょっと飲,みの飲んでいいですかちょっと飲みますね。<laughs> 飲みながらはセーフかなと思っている感じ。あ、香りを一生懸命伝えるところが好きですって。ミネチンさんありがとうございます。なんかね、香りの説明難しい、ほんと。なんかね、あのー、いろいろ勉強して、なんかワインみたいにさ、なんか どこ,ど,こどこそこのなんちゃらの香りで、なんとかが熟したような香りでとか言ってもみんな分かんないじゃないですか。だから、あのー、分かる人は分かるかもしれないけどね、そういうい語弊があったね。私は分かんないんですよ。だから、もう感じたままをそのまま言ってる感じ。<laughs> 激辛のやつ、マジで最高でした。<laughs> あ無理はしないずなさらずにっていうことで。 桜ぶミルキーさん、ありがとうございます。無理しない程度に頑張ります。はい、あ、KC さん、お顔的に強そうですね、お酒って。いやね、あのうん、あの強く、弱くはないけど、強くもないかなと。 普通に飲めるかなっていう感じですね。顔に出ないとあんまり言われるんですけど。うん、で結構ねあの、潰れて記憶なくしたこともね、学生時代は多かった。もう先輩とか友達にね、たくさん迷惑かけた、本当。もしかしたらこれあの、友達とかも見てるかもしれないんですけど、本当お世話になりました。もうなんとかね、あのこうやって生き延びております。よく死ななかったねっていう感じで、いろいろやってましたね。 九州の方ってお酒が強い印象がある。うん、そう言われますね。だから鹿児島の後輩とかめっちゃ強かったですね。もう芋焼酎とかガッパガッパ飲んでたんで。私も芋派なんですよね。ありがとうございます。ちょっとね、あのー、今、1時間22分喋ってます。はい。<laughs> そう。 顔に出ないからね、飲まされちゃうで。まあ、飲まされるっていうのもかね、おかしいんですけどね。ありがとうございます。あ、萩ぎ、灰原愛さん。灰原愛さんって、あの、初めてコメントいらっしゃったんじゃないですかありがとうございます。灰原愛さんだ、合ってますかねあこさこついこの間、あの、あれ、なんだっけ。 まだ何だっけって言ってる。この辺をカットしてるんですけど。<laughs> あの、灰原愛さん、ついこの、もう昨日の話ですよ。あれ見たの。エヴァンゲリオン。あの、新しいやつ。私、アマゾンプライム会員なんで見ました。2回見た。2回見たけど、まだな、あの、なんだろう。理解できてない。まだ。難しいねー。難しい。難しい。 はい、笑ラさん、ライブ配信楽しみでした。ありがとうございます。アミネシーさん、本当に楽しいですかありがとうございます。酔うとどうなるんですかってひたすら笑いそう。笑い、そうね、笑い情報とも言われるけど、なんか、そうね、それはもう私の友達で聞いてもらった方がいいかもしれない。<laughs> どうなるんだろうね。ひたすら笑って、だから陽気にはなりますね。だから私、あの晩一人晩酌はしないんですよ。 だから人と、あの、戯れる、あの、一緒にお酒を飲むのが好きなんで、あの、だからコロナにもなったから行ってないっていうのもある。な一人で晩酌はしない。うん。<laughs> お酒飲んでなくても楽しいです。ありがとうございます。もうこれだけが取り柄だから、私。本 <laughs> 当ね、ありがとうございます、皆さん。なんかそろそろですね、あと1時間半に、 なりそうなので、そろそろ、あれ、永遠に見てられる <laughs>。<laughs> ありがとうございます。そろそろねあの、お開きにしようかなと思います。本当はね、30分ぐらいで終わろうかなと思ってたんですよ。はい。ね。本当はね、30分ぐらいで終わろうかなと思ってたんですけどね、いつの間にかこうみんなと話してたら、どんどん時間が過ぎてね。あと こんな時間まで90分ぐらい喋ってます、本当。美容以外でハマってることヨガ行ってないけど。あの、ヨガ会員になってるんですよ。あの、ヨガ教室の会員に。で、今、あの、休会してて、休会費をずっと2年ぐらい払ってるんですよね。だから、注射を2回打ったらヨガに行きたい。うん。ですね。 はじめまして、ゆんゆんさん、はじめまして。アイシャドウの動画、いつも気になってた色、紹介してくださるので、参考になってます。あ、ちょうどピンポイントで狙ってた色私がチョイスしてるところですね。ありがとうございます。アーカイブ、残します。あのアーカイブの残し方、あの分かったら残しますあの。何せ初めてなんで、どこまでどうしていいのやら。うん。楽しか,私も楽しかったです。 ともへいさん、メイクの時に気ぃつけてるアイシャドウをやれるって。そうなんですよ。これね、お買いさんにね、言われたことがある。あの、下に概要欄に書いてってで。途中までやってたんですけど、途中からやらなくなっちゃった。すいません。<laughs> はい。本当にありがとうございます。はい。そうですね。そろそろお時間にさせていただこうかなと思います。 あのこれ本当練習だったんで、あの練習が90分っていうね、まさかの、ね、時間になっちゃったんですけど <laughs> あの、またね、やりましょうね。はい。ありがとうございます。皆さん。はい。ありがとうございました。はい。トモさん、楽しかったです。これからも、トモさんって、ともさん、あのトモさんなのかなそうよくわからないな。ありがとうございます。はい。あっという間でしたね。私もあっという間だった。 ただただ喉が枯れてることにね、あの時間が過ぎてることを感じるぐらい。おやすみおやすみなさいはい。そういうことで、じゃあ、そろそろ皆さん、今日もゆっくりお風呂に浸かって、またいい夢を見てくださいね。はい。そしたら、ありがとうございますバイバイおやすみバイバイ